金塊1億円金塊は、ふるさと創生事業の交付金1億円を担保として、兵庫県津奈町が三菱マテリアルから借り受けた金塊である。ふるさと創生事業とは、当時の内閣総理大臣、竹下登が発案した公共事業であり、1988年度から1989年度にかけて、全国約3300の市町村に一律1億円が交付された。 1>, 1億円の使い道は自由とされた。津奈町長の柏木和三郎の発案により、金塊の導入が決められた。町は1億円を担保として、当時の金層上の1億円分、6 2 6 9 6ラムを三菱マテリアルからレンタルし、1989年3月より、触れる金塊として、町内の聖の里公園内に展示した。の中央には、 津町の町省と町名が刻印されていた。直接触れるもの珍しさから当初は年間30万人が来園する盛況ぶりで、2010年までに約377万人が訪れた。金創上によって金塊の大きさが変化する契約であり、金価格の変動により1 0 7キログラムから5 3ラムまで増減した。年には金塊を返却し、 阪神淡路大震災の復興費に充てられるところであったが、国費負担となり免れた。2000年10月、2001年6月、1億円近海の窃盗未遂事件が発生。2002年の 2002FIFA ワールドカップで、イングランド代表を受け入れた際、デビッド・ベッカムが近海に触れたことにより注目を集めた。2005年4月1日の市町村合併前に、 返却するという長期会案が出されたが、住民の反対により金塊はそのまま淡路市に引き継がれた。人気は徐々に下火となり、2009年には再度金価格の高騰により、小さな金塊への交換、または約6000万円の追加保証の支払いを求められた。淡路市は潮時と判断し、2010年5月15日、金塊を三菱マテリアルへ返却した。 三菱マテリアルから返還された1億円は、市の財政調整基金に積み立てられた。近海が展示されていた、聖の里公園の資料館には、同年6月1日より、近海の写真やレプリカが設置された。その後、淡路市は新元号への改元を機に、8年間、積み立てていた1億円を使い切ることを決定。2018年7月に、市内全世帯に、 用途のアンケートを実施した。アンケートの結果、学校施設の整備充実や図書館整備が多数を占めたため、市は移転新設する市立図書館の建設費に充てる方向で検討に入った。2019年3月13日、淡路市は返還された1億円のうち約100万円を使い、金色でラッピングした近海バス1台を2019年度に導入することを発表した。 外装には、市のマスコットキャラクター、宝船、招き猫が描かれ、車内の一部にも金色を使って豪華さを演出する。バスは10月以降市内の路線を運転する予定で、運行時間やルートは公表しない方針。残る9,900万円は、市立図書館の移転新設費用に使われる。2019年9月15日。 淡路市の淡路ワールドパークの郎で行われた運行記念開始式典において近海バス、淡路市南部生活観光バスが公開され、ゴールデンドリームバスとの相性が発表された。運行開始は10月1日で、運行時間と運行ルートは明かされない。ありがとうございます。